第三部です。すべてはテストであることを理解してください。多くの人はビジネスの中ですべて結果を出さないといけない、売らないといけない、いろいろ考えます。しかし、すべてがテストであると考えたときに、トレーニングであると考えたときに、本当の意味で失敗が怖くなくなります。で、いい結果も悪い結果もただのテストの無数にあるテストの一つの結果に過ぎないわけです。そうすれば失敗しながらも行動が継続できます。 すべてが学びになっていくわけです。テストしてみて、ああ違った合ってた。それだけのことなのです。ただテストをしていってるだけなんですよ。それでうまくいかないからといってへこんだり苦しんだりせずに、また次テストしていこうと考えればいいわけなんですよ。これはやる気を持続することにもつながっていきます。一度の失敗で私たちは非常にやる気がなくなったりします。これは原料とかでも一緒です。つい食べ過ぎてしまった。もうオッケーです。 今度はどうすれば食べ過ぎないか、どうすれば痩せれるか、また考えてもう一度テストしてみればいいのです。失敗したところですぐにやめて、まあ食べてもいいよね、的な感じになるのがまずいんですよ。食べてしまったものは仕方ない。なので次からどうするか、またそこで考えてテストすればいいのですよ。売れなかったのはしょうがない。じゃあだから次どうすると。それをしっかりと行動してテストしていくんですよ。 なんとなく過ぎちゃうななんとなく時間が終わってしまったなんとなく月末が来たこれが非常にやばいわけなんですよじゃあ食べたら誰かに罰金を払うことを約束してみるっていうテストでもいいですよねそうやって最善の方法を模索していってほしいんですよはい毎日トレーニングしてスキルを磨くこれも非常に大事な話なんですが多くの人は知識を学べばそれがすぐできると考えがちです成功法則を学んだビジネスのスキルを学んだ 知るだけでは全く意味がないんです。テスト勉強と同じです。多くの人は理解はできるのです。えー、何年に戦争が起こった？理解はできるのです。世界には苦しい生活をしている方がいるので募金しないと理解はできるのです。ビジネスで稼ぐには何何をしたらいいんだ？とね理解は小学生にでもできるんです。行動ができないんですよ。行動するためにはトレーニングが必要なんです。学習かけるトレーニングかける体験なんですよ。 スキルを磨く必要があるということなんですよ。毎日がトレーニングです。野球選手が毎日素振りをするように。毎日私たちもマインドを練習する必要があります。毎日頭に叩き込んで行動してみる必要があるんです。暗記していつでもいるように、いつでもできるように訓練する必要があるということです。脳を鍛えるにもトレーニングが必要であることを理解してください。はい、以上8点大事だなと思えることをまとめてみました。 えー、多分ですねこれをしっかり理解して行動するだけであなたの人生は大きく変わっていきます異常に変わっていきます収入も変わっていきます特に最後のトレーニングすることこれは非常に大事なんですよ日々進化しているかということですなんとなくではなくて進化しているはずだじゃなくて確実な進化ですお客さんがどんどん取れるとか売上がどんどん上がれるこういったはっきりと分かるそういう結果をですね日々積み重ねていくことが進化なんですよ 何か死んだけど人が来ないそれは力がついていないからもしくは人に嫌われているからということですなんとなく誰かとうまくいかないこれも嫌われているからですあなたの発信するものが悪いんですよ今回の、えー、大事な部分をですね暗記しているようにこの発展の部分ですね毎日トレーニングしてくださいテスト勉強の時と同じです毎日暗記したはずですよあの要領で私たちも脳を鍛えるトレーニングをねする必要があったんですよ ぜひ教会でも実践してみてください。えー、今回は発展のことを3分に分けてお届けしました。えー、皆さんはどう感じになったでしょうか実践する人だけが次の世界に進みますので、えー、次の世界でお待ちしています。ありがとうございました。